皆さんこんにちは、サラです。今回はですね、セザンヌだけでフルメイクをするっていう企画なんですけども、なんと総額4,340円かっこ税抜きでセザンヌを使えばフルメイクができちゃいますという動画ですというわけでセザンヌメイクをやっていきたいと思います。まず皮脂テカリ防止下地を顔全体に伸ばしていきます。使い心地は日焼け止めみたいな感じで、ちょっと重たい感じはあるんですけど、崩れを防いでくれるので普通に使い心地は気に入っています。そして UV ファンデーション EX プラスをパフで塗っていきます。でこちらケース込みで500円なんですけど、かなり粒子が細かくて結構カバーしてくれるので、なかなか優秀なファンデーションです。次にトーンアップアイシャドウを使ってグラデーションを作っていきます。今回は01番のナチュラルブラウンを使いました。3色入っているんですけど、どの色もすごい使い勝手が良くて捨て色がないです。仕上げとして一番左の明るい色を涙袋にのせていきます。次に眉毛はフトシンアイブロウのナチュラルブラウンを使って描いていきます。これ最初に開けた時にすごいびっくりしたんですけど、どっからどう見てもクレヨンなんですよ。なのでちょっと輪郭を取るのは難しいんですけど、コツをつかめば素早く眉毛が描けるので時短にもいいかなと思います。次に極細アイライナー R のブラックを使ってアイラインを描いていきます。そしてエアリーカールマスカラを塗っていきます。これ中の液体がめちゃめちゃカチカチですごい塗りにくいんですけど、乾くとめちゃめちゃカールキープしてくれます。まつげ同士もくっつかないし、しかもお湯オフできるので、かなり普段のメイクにもってこいなマスカラだと思います。そしてシルクタッチチークの03番オレンジ系を塗っていきます。すごくね、ふわっとした発色で、大きめのブラシにとってつけるといい感じに仕上がります。そしてラスティンググロスリップの DE の1番を塗っていきます。ちなみにラスティング力は全くなくて、食べたり飲んだりするとすぐ落ちちゃいます。見た目よりもかなり透明感のある発色で自然な仕上がりになるので、発色具合がとても気に入って使ってます。はい、これでセザンヌオンリーメイクの完成です。かなりナチュラルめな仕上がりになったかなと思います。学生さんとかまだメイク慣れしていない方はぜひ安いのでチャレンジしてみてください。ということでサラでした。また次のビデオでお会いしましょう。